なぎちゃんも、なぎちゃんも卒業発表したね。もうみんなね、新たな道に向かっていきますね。寂しいけど。でも、割とみんなさ、こう、芸能界引退しますって人いないじゃん。でもそれってなんか、すごいいいことじゃない。知名度っていうか、アイドル、AKB になって、そっから、やっぱアイドルってね、ずっとできるものじゃないから、次の道をいつかはみんなね、決めなきゃいけないじゃないですか。だから、いいことだなって思う。まあね、その芸能、人のやりたいことによって、一般の人になるっていうのも全然いいと思うんだけど、なんかずっと一緒に頑張ってきたメンバーとかだと、なんかよりこう次のステップがねありますっていうのが聞けると、私もなんか一緒に頑張ろうって思えるし、いいなーって。しかも同じタイミングで結構みんなね、今どんどん卒業発表していってるけど、七瀬の次のステップがめっちゃ気になる。もう頑張ります 頑張るしかでも言えない。頑張る。エイトの活動休止が引き金だったって考えちゃう。でも、もう、確かにエイトがこの活動休止するっていうのはすごい、私たちの中で大きかったけど、まあ、もうタイミングの問題だから、いつかはね、みんな卒業するわけじゃないですか。寂しいけど。でも、こうやって終わりを作ってもらえるっていうのも、なんか逆にみんなで思い出作れたから良かったんじゃないかな、とも思うしね。このままずっと、なんかチームメイトとしての活動がうっすらなくなって、でもチームメイトまだあって、なんかふわふわ続けてるっていうよりかは、一旦区切りをつけて、でやった方が良かったのかもしれない。っていうポジティブな感じでいきます。過去は変えられないので、なんかもう本当にやりたいことってやらないとなって思う最近。本当にやりたいな、やりたいなって思うことはたくさんあるけど、いざやるってなってちゃんと行動に移せる人って少ないじゃん。だから私はもう後悔しないようにちゃんとね、次の自分の人生だから、本当にもう自分の好きなように、好きなタイミングで、もう自分優先でみんなも過ごしましょう。人の意見も大切だけど、結果的にね、やっぱ悔いが残るのは私は嫌だから。別に何かあってね、失敗するのもいいかもしれないし、まあそれは分かんないですね。